40.2。 やあ、プドロク。まずい。あ、まずい。治ったらどこ行きたいですか？ラーメン屋。グミ食べたい。え、グミ？痛いところは腰痛い。今は7時半。40.2。昨日の朝に39度あって、うん、昨日日曜日だったから1日解熱剤を飲んで過ごしてて、今日月曜日なので病院行きます。はい。インフルなのか。じゃないじゃない。学校は閉鎖状態だからね、ほぼね。うん、学級閉鎖だから4クラスぐらい閉鎖だよ。そう、4クラス学級閉鎖してるから。で、でもちょっと危ないね。病院何時？病院は8時半から受付だから、8時半に受付して順番が来たら行く。お布団。うん、おはようご。パパにお布団持ってきて。お布団？うん。さあ、ごは何度か6度8ぐらいかな。6度6、バッチリ。予約したんだけど、23番目だった。40.1。 40.1。 おぉ、ねの鼻穴、鼻に突っ込むやつ意外と好き。あの検査、うん、今日やることになるね。頭痛くないの？うん、腰だけ。腰と、うん、膝、うん、と左の足首。関節痛か。インフルかな。あと、もも、太ももとさ、うん、裏のところも痛い。もも裏？筋肉が痛い？多分、うん、食欲はないよね。うん、いちごなら食べれる。いちご、じゃあいちご買うか。うん、うわ、暑い。うん、いやいや、早く病院行きたいね。うん、あれ、お医者さんがさ、うん、パソコンでカチカチってやってる音早く聞きたい。できました。はい、インフルエンザ B ですね。はい。一旦熱測るか。 OK。 その間に薬準備するから。はい。このイナビルっていうインフルエンザ用の薬を飲みます。10歳になるともう大人と同じ量だから2つ使わなきゃいけないんだって。くどく。皆さんは薬嫌いですか？世界一嫌いです。でも聞く言葉は苦い薬ほどよく聞くって言葉はよく聞きます。吸って2秒、1、2で息止めて。だって吸って2秒。そう、吸ってから2秒。せーの。
出た。うん。で最後。もう一回。うん。まずい。うん。まずいの。苦いの。苦い。あ、苦いんだやっぱ。いただきます。食べれる。うん。早く元気になりたいでしょ。うん。ね。辛いよね、絶対。うん。朝よりちょっと楽、体が。あ、そう。ちょっと効いてきてるかな。ほくろが1、2、3、4、5個ぐらいあるね。いや、もっとあります。6。ほくろがいっぱいある人って長生きするらしい。あ、そうなの。うん。ごちそうさまでした。うん、3時です。はい。今どう？まだ全然暑いよ。86度。お、腰の痛みは？ちょっと痛いぐらい。腰？ぎっくり腰になっちゃったの？違う。熱高いと関節痛っていうのは出てくるんですよ。ただいま4時半。熱は39度5です。キキとゴーはめっちゃ元気だね。うん、ゴーはキキとゴーはゴーも熱治った。ゴーは昨日微熱があったけど今も平熱。絞り出すか。どうだ君たちの神の力はどうだ。なんだちょっとかぶってもやめてくれ。今5時半です。はい。8度7。おお。こんな感じです。ねえパパ見て、ママこれ絶対好きだわ。やばハーリーゴチョコ。確かに美味しいのか。おいしい。おいしい。なんか微妙な顔してない。おいしいよ。今は6時半ですね。7度へ。いいねいいねいいね。いただきます。おいしそう。うん、入れる。パパやっていいよ。久しぶりに笑顔を見た気がする。これねねあるあるなんだけど、ねねって日曜日に高熱出すんだよね。ちっちゃい時から。お正月とか。ああ、去年は正月に熱出した。病院やってない日にいつも発熱するんだよね。かかともつく。すごっ。どっか痛いの？背中？痛くない。もうすぐ9時です。はい。どうですか？ママ絶好調。お、だいぶねねになってきたね。はい。7度4。7度4。右。お、いいね。とりあえず解熱剤飲まなくて良さそうだね。うん。すごい。はい、私は今タコの吸盤とタコがすごく食べたいです。でめっちゃ食欲出てんじゃん。なので明日お母様に買ってもらいます。タコね。何度？6度5。はい、今日は6度5。何度？6度8。6度8、バッチリですね。おやすみなさい。また明日会いましょう。明日タコが食べれます。タコの吸盤、おつまみが食べれます。おやすみ。おやすみ。はい、おはようございます。ございます。7度9。7度9。うん、OK。 今日も一日撮っていきます。昨日また鼻血が出ました。あ、なんか鼻血突っ込んでたよね。うん、昨日じゃないわ、今日の朝5時50分ごろ。母ちゃん、鼻血出そう。出そう。そう、本当に出る直前に言ってくれたから汚れずに済んだけど、まあまあ出たよね。5
おはようございます。でね、だいぶ良くなってきたよ。治った？もうちょっと。午は36度5だから元気だね。めっちゃ元気。はい、こんにちは。吐き気は？ない。ない。あれ、さっきさゲロしてからさちょっとすっきりした。ほんと？ゼリー飲んだらちょっと気持ち悪くなってちょっと戻しました。11時です。はい。眠いのは寝れません。7度8。7度8。まあまあだね。昼になったらうどん作るよ。うどん、うん、フルーツダメ？フルーツでもいいけど。フルーツちょっとだけうどん食べ、1本とかでもいいから。じゃあ5本。オッケー。何してるんですか？椅子を作ってるんです。ディズニーを見たいから。いいこと思いついた。よいしょ。完成。2時半です。0度です。だいぶ元気そうだね。うんこ。7度に。7度に。いいね。ただいま4時半です。はい。はい、7度6。7度6。久しぶりにどうやったの？3日ぶりか。3日。5時です。右7度4。はい、9時になりました。はい。7度。お、いいね。それではまた明日。はい。おはようございます。おはようございます。体調はどうですか？普通。普通。はい。タコ5日に行く。タコは今日の体調次第かな。6度8。お、ついに6度台。またご飯をいっぱい食べて。はい、直しましょう。はい。二人になってるけど、うん、あ、 おはようございます。おはようございます。ねね、たこ焼き買います。たこ焼きじゃないよ。たこ食べたいんだって。たこ、そう、今日はたこ食べます。ねね、はい、聞けたら。熱は下がったけど今度お腹が痛いらしい。少しね、うんこかもしれません。ね、ちょっと下してんだよね。うん、でも今は出そうにない。あ、そう。早く治ってくれ。お腹の調子治ってからタコ食べた方がいいかもね。うん、午前中に良くなれば夜食べてもいいけど。吸盤が腸にくっついてやばいことになるから。あんまり消化いいもんじゃないかな、そのタコは。うん、じゃあ昼うどんにしようかな。うん、とりあえずこうもちょっと微熱になってきたから買い出し行けないから、うん、ネットスーパーであれば頼んでみる。はい。タコ、え、ネットスーパーってすぐ来んの？いや、すぐは来ない。その混み具合とかその日によって違うけど、今まだ朝だから今頼んどけば来るかもしれない。早めに。 OK。 はい、今郷さんは7度7です。ごはどうですか？おいしい。おいしい。具合はどうですか？ない。具合ない？熱あるんだよ、あなた。ないよ。あるある。7度7だよ。ないよ。朝フルーツ食べてご飯食べて、今もうすぐ10時だけど今蒸しパン食べてね。割といつも通りだね。病院行きたい？うん。嫌なの？何が嫌なの？でもこう泣かないよね、だいぶね。チクって嫌だ。ん？チクって嫌なの。あ、注射じゃない。お熱の時注射ってできないから。インフルじゃなくてよかったね。うん、
鼻の検査痛かった？うん。ちょっと泣いてたもんね。うわーんって。でも頑張ったね。うん。今測ったら7度9だった。だるそうじゃん。ぶり返してきた。今、3時。え？8度8。また上がってきたね。眠いの。なんか飲む？いらない？治るといいな。なんとキキも熱が出てきました。7度8でした。とりあえずゴーはコロナでもインフルでもなかったんで検査しに行ったんだけど。鼻やった？うん。グリグリってやられたよね。泣いた？うん、ちょっと泣いた。9時になりました。どうしたその髪？7度9です。8度4。5、8度4。8度6。8度6。OK。おはよう。体調どう？体調どう？元気。靴。わあ。38度9。今日気球病院行こうか。美味しいか？うん。ちゃんと食べて偉いじゃん。うん、ね。今日はキキの病院に行きます。インフルじゃないことを祈って検査しに行きます。おはようございます。結構食べたね。解熱剤使って30分ぐらい経ったけど、どうですか？元気。おはようございます。おはようございます。ただいま駆動4です。はい、また病院行きます。うん、病院行ってきました。キキもインフルエンザでした。インフルエンザ B ですね。じゃあお薬をね、まず飲みます。キキ初めての錠剤です。はい、これ口に入れて水と一緒に飲み込むの。すぐ飲んで、ごっくんって飲み込む。飲めた？もう一個ある。味しないでしょ、だって。はい、咳止め。もうちょっと水飲んだ方がいいよ。多分水で、水水。まずい。あ、まずい。味するんだ。おい、そんな多くいけないよ、まずいの。半分にする。一口増えるよ。じゃあやだ。これでいく？うん。腹つまんでていいよ。
どうする？あ、はい、これ最後。はい、そしたらもうこのアイス残り食べていいかな。よく頑張った。治ったらどこ行きたいですか？ラーメン屋ラーメン屋行こうね。すごいじゃん、ベートーベンみたいな頭してる。うん、どう？普通。普通。鼻水出てきた。うん、さっき寝てた。え、40.2。8度、キキ8度、そしてパパもいよいよ発熱です。何度だっけ今はね。今はねちょっと汗かいてきてるわ。いいね、多分今日はいいからきっと。頑張れ頑張れ。これ何持ってんの？これ作ったの。すごいじゃん、白目がちょっとピンクになってるね。お熱だからね。ピンクじゃない口、口ピンクだね。うん、おお、39度です。39度ある方よく動いてるね。うん、すごいよ。おいしい。うん、食べる。朝です。おはよう。おはよう。昨日夜何回も起きちゃったね。うん。お腹痛い痛いって。今大丈夫？うん。今7度7だよ。キキおはよう。どう？だるい。だるくない？熱上がるね。結構ありそうだな。だるいっしょ。寒気は？ちょっと。クドロク。解熱剤飲もうか。今早い。早い？もうちょっと遅く。もうちょっと後にする。いいね。偉いね、食べれる。今日のリンゴは富士だよ。富士？そう、富士。当たり。当たり？うん。やった。めっちゃ顔色いいじゃん。うん。どう？だるいの？いや。だるくないの？うん。じゃあどういう感じ？普通。普通？ずっと普通だよね。うん、あ、ちょっと良くなってきてよかった、ね、母ちゃん、ごちそうさま。え、リンゴ全部食べた。おーおー、すごい。ごちそうさま。うん、すごい。お、キキが動いた。大丈夫？喉は結構咳してたけど痛いんじゃない？痛くない？ケツ頑張った。熱ちょっと下がるよ。すぐ治って頑張れちゃうので行こうね。解熱剤使って8度ぐらいだっけ。じゃあ7度5ぐらいか。熱あっても食欲あるからすごいよね。
食欲いけんじゃん。治ったら頑張れジェンズやりに行こうね。うん。ケキは体調どうですか？元気。パパも元気らしい。パパもロクソニン飲んでなんとか頑張ってます。おはようございます。おはようございます。土曜の朝です。今は朝の5時ですね。昨日7時ぐらいからグーグー寝てたからもう起きてます。この子はさっき測った熱8度3で咳、鼻水が出てます。はい、こうも起きました。おはようございます。昨日夜もね、何回も起きてたね。うん、7度台だ。キキは寝ました。おはよう。はい、どう？普通。6度だな。いいね。ただいま夜の6時30分です。はい。ねねはもう熱は大丈夫、咳、鼻水。キキは熱いくつだっけ？7度2とかだっけ？キキは微熱プラス咳、鼻水。ゴーは8度ぐらいある。8度咳、鼻水。パパは熱、咳。そしていよいよ私も具合が悪くなってきました。あ、でも7度5。ではまた明日。この咳がすごくて1時間に何回も起きててね、大変だったね。ね、私もすごいおかまして夜中の2時か3時ぐらいに薬飲んで、まあ、今落ち着いてます。8度9から。母ちゃんの熱？うん、今7度4だったかな。4 5は、あ、でも5も7度後半ありそうな感じ。暑いね。美味しいね。食欲はあります。はい、こんにちは、85歳です。7度3。7度3、はい、あれ、本当だ、すごいな。まだ5は38度3あって、咳、鼻水が出てるね。ちょっとだるいね。でも昨日の夜は結構寝れるようになって、ね、あんまり起きなかった気がする。キキもまだ熱が8度台あって、咳、鼻水が出てます。お薬を飲みます。頑張れ。今日は、このリンゴジュースで飲んだ。飲めたね。リンゴジュースが一番良かったね。おはようございます。おはようございます。だいぶ顔色が良くなってきた。どう、体調は？元気。熱を上がってください。6度5。やっと、やっとだね。嬉しい。何？お茶飲みたい。あ、お茶ね、持ってこようか。はい、お茶。持ってきたよ。いや、これ。うん。このコップ。いや、このコップ。コップやだ。どれがいいの？このコップやだ。どれがいい？ちっちゃいの？ちっちゃいの。ちっちゃいのがいい？自分で飲む。うん。どうしたの？グミ食べたい。グミ？グミね。うん。
今日来るって、を食べたいって言ってたの。注文したから。抱っこする？あっちでガッチャード見るか？全部やだね。じゃあグミ来るまで待ってようか、うん、ね、うん、そうするか。まだ寝てていいよ。なかったら呼んでね、うんうん、グミ来たら教えるね、うん。こんにちは、今12時です。インフルエンザどうでしたか？嫌だった。嫌だよね。もう嫌だね。もうは一応検査してインフルエンザではなかったけど、多分インフルエンザだね。うん。で、母ちゃんとパパは検査してないけど、おそらくインフルエンザでした。みんな症状が一緒だからね。では、皆様もお体に気をつけてお過ごしください。それでは、バイバーイ。バイバーイ。